皆さんはじめまして、私レック専任講師根本昌司と申します。今回私が書籍の方を執筆しました。それはこちらにある根本昌司のリアル実況中継司法書士合格ゾーンテキストというものです。こちらの動画はこの書籍の特徴というのを皆さんにご紹介するものになっています。では実際の中身見ていきましょう。私はこの本書で何を狙っているのか、それがこの図になります。分かりやすい言葉で言うと、基礎力というものを皆さんに固めてもらいたいんです。この司法書士試験というのは特殊な能力はいりません。基本的には知識を積み重ねていけば合格できる試験です。ただその土台になる基礎知識、これをしっかりしているかどうかで変わってきます。ここをしっかりしていれば、あとは過去問をいっぱい解く、答案練習会知識を積んでいく、そういうことをすれば自然と合格知識、合格する力までは伸びていきます。ただ問題はこの一番下の土台、これをちゃんと作っているかどうかなんです。多くの受験生を見ていますが、こういう方が多くいます。はじめの土台の力、これがそもそも弱いにもかかわらず過去問を解き始めてしまって、その過去問の力がぐらぐら揺らいじゃう、やってもやってもいつも間違えると。そしてこれがぐらぐらしているのに、その上に新たなものを積むんでもっとぐらぐらしてしまうと、こういった受験生を多く見ています。この土台になる力がすごく重要なんです。この土台になる力を私は合格力と呼んでいます。この試験はちゃんと合格力を下に積んでおけば、あとは勉強をすればするほど確実に合格に迎える試験なんです。その合格力をつけるために本書を執筆いたしました。ではその本書の特徴を見ていきましょう。本書の特色ですが、まず1つ目、とにかく知識を厳選しています。結局最後は最後、覚える量は増えます。ですが土台をしっかりしていれば、あとは着実に積むと言いました。その土台の力っていうのをとにかく繰り返してもらうために、本当に必要なものに厳選しました。次ですが、これは法律を勉強したことがない方、その方を対象にしています。何かの勉強をしないとわからないといった書籍にはしておりません。3、実際の講義、これ自体をこちらの方執筆しています。講義で使うような言葉で説明しますので、一般的な本である、であるとか、そういった表現になっていません。なので入りやすい言葉になっています。そして最後4、書籍だけで勉強している場合、一回読んだだけ、見ただけになりやすいんです。本書では読んでいるだけで3回繰り返すような仕組みになっています。本書の作りはまず図表が載っています。その図表を見てざっくり理解する、その後の説明を見て理解をしていく、そして問題を解く、問題を解くことによってそれをもう一回繰り返す、結果1回2回3回読んでいるだけで繰り返せるようになっています。書籍の具体的な内容になりますと、上に載っているのが図です。その後が文章です。そして下には問題が載っています。図があって、文章があって、問題がある。1回でざっくり、2回で理解、そして解いてもう1回という形で、読んでいくだけで3回繰り返せるような仕組みになっています。またこの書籍はいろんなところにいろんな工夫をしてこられています。例えばここに覚えましょうというのがあると思います。下にはポイントというのもあると思います。重要な知識っていろいろあります。でもそれっていうのが理解をしておけば十分なのか、それとも記憶を意識して記憶作業をしなきゃいけないかと、2つあるんですよ。でそういったものについて、ここは記憶まで持ってって、ここは理解だけでいいよ というのを載せています。覚えましょうというのは記憶を意識的にしなきゃいけないもの、
ポイントというのは理解をしていけばいいものになります。またいろんなところでイメージが持ちやすいようなイラストを多く入れています。実際の事件に近いようなものについて人が出てきてコメントがあってそれに対するどういう答えなのかというのが載っています。単純に文章でバーッと見るよりこういったイラストの方が入りがいいと思うんです。これが横断的な見開きの2ページなんですがどうでしょうか。文章ばっかりになってないのに気づくでしょうか。自分自身が文章を読むのが嫌いだったんです。いろんな絵があった方が入りがいい。できるだけ文章だけのページっていうのは極力減らしています。また文章単元も長いと読みたくなくなります。なので5行6行で開業が入っている、5行6行で一つのまとまりにするような仕組みをとっています。以上が本書の紹介になります。この本書ですが3月あたりからレック各本校および書店に並びます。ぜひ一度手を取って見てやってください。以上でこちらの動画の方は終了です。最後までご視聴ありがとうございました。